石質効果系ステンレス鋼17から 7pH をヘッド素材に使用したゴルフクラブ。石質効果系ステンレス鋼とは特定の元素を添加して石質効果を起こし高強度化、高高度化させたステンレス鋼の一種である。石質効果型ステンレス鋼とも呼ばれる。英語名はプリシピテーションハードニングステンレススチールで pH ステンレス鋼とも呼ばれる。 ステンレス鋼の金属組織別分類の一つで、他には、フェライト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、オーステナイトフェライト系ステンレス鋼がある。ステンレス鋼の中では、石質鋼化系ステンレス鋼は、耐食性をそれほど落とさずに高強度、高高度を実現させた特徴を持つ。石質鋼化系ステンレス鋼の中でも、組織別分類があり、 マルテンサイト系石質効果型ステンレスコーセミオーステナイト系石質効果型ステンレスコーオーステナイト系石質効果型ステンレスコーが一般的である。マルテンサイト系石質効果型ステンレスコーは雇用化処理と時効処理の2段階処理で効果できる。セミオーステナイト系石質効果型ステンレスコーは処理の手間が多いが、オーステナイトの成形性の良さを利用できる。 オーステナイト系、石質効果型ステンレス鋼は、強度がやや劣るが、耐食性や低温、高温強度に優れる。マルテンサイト系の17から 4PH と、セミオーステナイト系の17から 7PH が特に代表的である。1946年に US スチールから販売された、石質効果系ステンレス鋼が、石質効果系ステンレス鋼の最初の実用講師とされる。 ステンレス鋼の中で、石質効果系ステンレス鋼の利用量は少ないが、航空機分野などで活用されている。ゴルフクラブのヘッド素材などにも使われる。古くは、アポロ指令戦の外反対熱構造で、石質効果系ステンレス鋼が使われた。石質効果系ステンレス鋼とは、材質に石質効果を施したステンレス鋼である。 石質効果に先立って、石質効果系には、最初に雇用化処理が行われる。雇用化処理とは、加熱して、合金元素を十分に雇用させて均一な雇用体を、得る、熱処理である。石質効果系の雇用化処理では、加熱して、組織をオステナイトにし、急冷する。雇用化処理後の母性の種類に応じて、石質効果系はさらに分類される。 雇用化処理後の母性が以上の5種類が、石質効果系の組織別種類として存在する。以下、単に、マルテンサイト系、オーステナイト系などといったとき、特に断りがない限り、マルテンサイト系、石質効果型ステンレス鋼、オーステナイト系、石質効果型ステンレス鋼などの、石質効果系の組織別種類を指す。ステンレス鋼全体の組織別種類である。 マルテンサイトケーステンレスコー、オーステナイトケーステンレスコー、フェライトケーステンレスコー、オーステナイトフェライトケーステンレスコーについては、マルテンサイトケーステンレスコー、オーステナイトケーステンレスコー、フェライトケーステンレスコー、オーステナイトフェライトケーステンレスコーと記す。雇用化処理後の母賞の種類は、合金元素の組成バランスで決まる。クロム、ニッケル、炭素、窒素、ブデン、マンガン、 ケイ素、ニオブなどの添加量がステンレス鋼の雇用化処理後の母相の決定に影響する。このうちのクロムはステンレス鋼として耐食性を発揮するための必須元素である。石質効果系の場合は、さらにチタン、アルミニウム、銅、モリブデンなども添加され、これらで構成される微細な層を母焼中に分散、石質させて効果を起こす。分散。 石質のために通常は自己処理と呼ばれる加熱及び高温一定時間保持の熱処理を行う。石質効果を起こす微細な第二章は広角顕微鏡では視認できない大きさで電子顕微鏡などを使って確認できる。基本組成がクロム14%ニッケル7%チタン1.4%の講種の例ではニッケルとチタンの化合物が流解状には 海上で石室し、さらに粒内には棒状で石室した様相を示し、石室物の大きさは0.1マイクロメートル以下である。石室効果系の組織別種類としては蒸気のように5つあるが、オーステナイトフェライト系は製造上及び性能上の理由からほとんど使われておらず、フェライト系も研究例が極めて少ない。マルテンサイト系、セミオーステナイト系、 オーステナイト系の3つが一般的な石質効果系ステンレス鋼の種類である。本記事でもマルテンサイト系、セミオーステナイト系、オーステナイト系の3つについて説明する。マルテンサイト系石質効果型ステンレス鋼は雇用化処理の急冷途中にマルテンサイト変態を起こさせ、雇用化処理後は室温で組織がマルテンサイトとなる鋼種である。ついで、 石質硬化させるための熱処理が施される。石質硬化のみならず、マルテンサイト変態も高強度化の機構として利用する、公主といえる。マルテンサイト系の蘇生は、室温で、マルテンサイト組織となるように調整される。そのため、マルテンサイト変態の開始温度と終了温度が、室温以上となる必要がある。蘇生上の特徴は、クロムとニッケルの含有量がやや少なめとなる。 水点の予測経験式がいくつか提案されており、それらが蘇生調整の目安となる。マルテンサイト系の代表例として、17から 4pH という講種が知られる。17から 4pH の場合は、石質効果のために銅が添加される。銅を多く含む微細な第二章が、母章中に石質して効果する。他には、より高強度の pH13 から8号などが、 知られ、これは、ニッケルアルミニウム化合物が、主に積出効果を起こす、マルテンサイ時計台の蘇生例を一家に示す。マルテンサイ時計に施される、雇用化処理の温度は、17から 4pH が、約摂取1040度、pH13 から8毛が、約摂取930度で設定されている。この温度で、一定時間保持した後に急冷し、マルテンサイと化させる。 雇用化処理後は、時効処理が行われる。時効処理は、H 処理とも呼ばれ、時効処理温度を、下肢で表した数値とともに、熱処理条件を指定する記号が用意されている。例えば、摂百579度で4時間保持して空冷する、時効処理は、H1075 と指定される。セミオーステナイト系、積質硬化型ステンレス項は、 雇用化処理によるマルテンサイト変態を起こさせず、雇用化処理後は室温で組織がオーステナイトとなる鋼種である。雇用化処理後のオーステナイトは、純安定なオーステナイトとなっており、再度の熱処理、または冷間加工を行って、マルテンサイト変態を起こして、マルテンサイト組織にし、時効処理を行う。セミオーステナイト系も、 マルテンサイト変態と積出効果を高強度化機構として利用する講師と言える。このようにオーステナイト化を挟む理由は、形状を成形するときには、オーステナイト組織の特性を生かして加工しやすくためで、ある。なおかつ、使用時には、マルテンサイト組織の特性を生かして、高強度を実現するため、最終的には、マルテンサイト化させる。セミオーステナイト系の組成は、 蒸気のような組織変化のパターンを実現するために、石質効果系の中でも特に調整が守備アと言える。室温ではマルテンサイトにならない程度にオーステナイトを安定にする必要があるが、全くマルテンサイト変態しなくなるほど安定すぎるのは認められない。蘇生上の特徴は、クロムとニッケルの含有量がやや多めとなる。水点は室温以下である。 炭素をおよそ0.1%含んでいるのも、セミを捨てない時計の素性の特徴である。時効処理前のマルテンサイト化に、熱処理を利用する場合は、熱処理中に、炭素化合物を意図的に積出させて、母性から炭素を抜くことで、母性の水点を上昇させ、母性のマルテンサイト化を実現しやすくする。17から 7pH という高種が、 セミオーステナイト系の代表例として知られる。17から 7pH の場合は、アルミニウムを石質効果元素として含み、ニッケルアルミニウム化合物の石質によって、主に効果する。他には、17から 7pH をベースにモリブデンを添加して、高温強度を高めた pH15 から7モーなどが知られる。セミオーステナイト系代の素性例を以下に示す。 セミオステナイト系に施される雇用化処理の温度は17から 7pH と pH15 から7もともに約摂取1065度程度である。雇用化処理後はマルテンサイト化処理を行う。マルテンサイト化に熱処理を利用する場合は消温、急冷の焼き入れによる手法と摂取0度以下低温に冷却する手法がある。前者は中間熱処理などと呼ばれ、 後者はサブゼロ処理などと呼ばれる。中間熱処理は T 処理、サブゼロ処理は R 処理、冷間加工処理は C 処理と呼ばれる。17から 7pH を例にすると、雇用化処理後、時効処理前に行われるマルテンサイト化処理には、具体的には以下の3パターンがある。摂氏760度に加熱して1.5時間保持、1時間以内に、 摂氏十五度以下に冷却して三十分保持。摂氏九百五十五度に加熱して十分保持。室温に空冷。二十四時間以内に摂氏七十三度に冷却して八時間保持。冷間加工のみ。これらのマルテンサイト化処理の後に、時効処理を行う。十七から七 p h と p h 十五から七 m の場合であれば、マルテンサイト化処理の種類によって異なるが、時効処理温度は、 摂氏500度前後である。マルテンサイト系と同様に、時効処理化し温度と組み合わせて、熱処理条件記号が用意されている。例えば、蒸気の1番目のマルテンサイト化処理と摂氏566度1.5時間、保持の時効処理を組み合わせたものが、TH1050 といった具合に指定される。オーステナイト系、積質効果型ステンレスコーは、 雇用化処理によるマルテンサイト変態を起こさせず、雇用化処理後は、室温で組織がオーステナイトとなる鋼種である。セミオーステナイト系との違いは、雇用化処理後のオーステナイトがとても安定な点である。かなりの霊感加工を加えてもマルテンサイト変態を起こさないほどに、高い安定度のオーステナイトになっている。マルテンサイト系と同様に、雇用化処理の後は、時効処理のみを施す。 自己処理後もオーステナイト組織を維持する。マルテンサイト系及びセミオーステナイト系とは異なり、オーステナイト系は石質効果のみを高強度化機構とする公主と言える。オーステナイト系の組成はニッケルガン有量が多いのが特徴である。マルテンサイト系及びセミオーステナイト系と比較して、オーステナイト系の利用は小規模だが、その中では、 A-286 と呼ばれる鉱種が比較的多く利用される。A-286 ではニッケルチタン化合物などが積出して硬化する。A-286 の蘇生代表値を以下に参考例として示す。積出効果系ステンレス鋼は積出硬化を利用して高強度を実現した鉱種である。特に積出硬化に加えて マルテンサイト変態も利用するマルテンサイト系とセミオーステナイト系の強度が大きい。ただし、石質効果系の固用化処理後、時効処理前のマルテンサイト組織は炭素量が少ないため、マルテンサイト系ステンレスコほど硬くない。例えば、マルテンサイト系の17から 4PH を摂取565度時効処理した例では、ビッカース硬さが時効処理なしで、 約 HV300 なのに対して、時効処理後は最大 HV420 くらいまで降下する。時効熱処理によって残留応力は除去され、人生、遠征を取り戻した状態になっている。オーステナイト系の強度は、マルテンサイト系とセミオーステナイト系ほどは高くならない。オーステナイト系の時効処理後硬さは最大で HV350 程度である。 一般に、時効処理の温度と保持時間によって、最終的な機械的性質が左右される。時効温度が高いほど強度は下がるが、人性は上がる。マルテンサイト系では、複数の時効処理条件が規格化されているが、強度、硬さと人性のバランスを配慮して、時効処理条件が選ばれる。セミを捨てない時計を冷間加工で、マルテンサイト化する場合は、扱率が高いほど、 硬さも上がる。厚化率50%を超えると他の処理よりも高高度となる。積質効果系の機械的性質の例を以下に示す。マルテンサイト系の17から 4pH もセミオーステナイト系の17から 7pH も摂氏450度ないし摂氏500度の高温環境まで強度に維持する。ただし、 これらの光子は、摂氏450度ないし摂氏500度あたりを過ぎると、過事講によって強度が急減する。また、具体的な光子によるが、マルテンサイト系とセミオーステナイト系では、数千時間以上の長期間にわたって、摂氏300度以上の高温環境にさらされた場合に、時効が進んで脆化する可能性が知られている。オーステナイト系は、優れた高温強度特性を持つ。 オーステナイト系の A-286 は、摂氏700度程度まで高強度を維持する。低温強度については、17から 4pH も17から 7pH も低温になるにつれて強度は高くなるが、人生が劣化してゆく。17から 4pH については、2段階の熱処理を行い、加コウのマルテンサイトとオーステナイトを組織上に、 バランスさせて、熱的に安定な組織を作り出す特殊な時効処理が知られている。この時効処理は、H、H-1150M と呼ばれ、他と比べて優れた低温人生が得られる。一方で、一般的にオーステナイトは低温もろ性を示さない組織である。オーステナイト系の A-286 は、液体水素並みの極低温下でも、人生を保持できる。 石質効果系の高温強度と低温強度の例を下記の表に示す。石質効果系ステンレス鋼の特色は高強度でありながら耐食性を併存させている点にある。高強度のステンレス鋼としては石質効果系の他に焼き入れ焼き戻しで強化するマルテンサイト系ステンレス鋼がある。ただしマルテンサイト系ステンレス鋼の耐食性は ステンレス鋼の中で最も劣るという欠点があった。それと比較して、石質効果系の耐食性は、一般的なオーステナイト系ステンレス鋼である304系に近いレベルを実現できる。石質効果系の中では、オーステナイト系が耐食性に優れ、マルテンサイト系とセミオーステナイト系の耐食性は、やや劣る。マルテンサイト系の17から 4PH の耐食性は、 304系の耐食性と多くの環境下で同レベルである。セミオーステナイト系の耐食性は304系と比較するとやや劣ると言われる。耐食性の向上にはクロム、モリブデン、銅などの添加が効く。しかし、マルテンサイト変態を利用するマルテンサイト系とセミオーステナイト系には添加元素の制約があるので、 これらの耐食性向上元素を自由に添加しづらい。それと比較して、オーステナイト系には、添加元素の制約が少なく、耐食性向上がしやすい。一般的に、密度、弾性率、電気抵抗、比熱、磁性といった物理的性質は、結晶構造と合金元素添加量でほとんど決まる。自己硬化後に、マルテンサイト組織となる石質硬化系の講師は、 フェライト系ステンレス鋼とマルテンサイト系ステンレス鋼の物理的性質に類似している。セミオーステナイト系の雇用化処理後、マルテンサイト構えは物理的性質はオーステナイト系ステンレス鋼に近い。ただし、石質効果系の電気抵抗率については他のステンレス鋼と比較して高いという特徴がある。これは石質効果系の鉱種が 石質効果処理を経て複雑化した金属組織を持つことによる。石質効果前の石質効果系ステンレス鋼はそこそこ柔らかいので、時効処理前に加工して、それから時効処理、石質効果させるのが基本となる。石質効果系に適用される時効処理温度は、マルテンサイト系ステンレス鋼などに適用される焼き入れ温度よりも総じて低い。そのため、 酸化スケール発生や寸法変化が抑えられる利点がで効果系にはある。雇用化処理後のマルテンサイト系の組織は低炭素の比較的柔らかなマルテンサイトであり加工効果も小さい。そのため、打ち抜き加工や曲げ加工などの成形加工がマルテンサイト系に適用可能である。ただし、変形量の多い霊感加工は困難である。セミを捨てない時計は蒸気のように 元々加工時の成形しやすさを狙った工種である。通常は雇用化処理後、マルテンサイト化処理前に加工が行われる。セミオーステナイト系の成形性はマルテンサイト系よりも良好で、オーステナイト系ステンレスコーの301系に近い成形性を持つ。ただし、セミオーステナイト系を 発言率の高い霊感加工で硬化させる場合は、板バネのような比較的単純な形への加工に限定される。石質硬化系の溶接は、溶接部に同じレベルの強度を求める場合は、同種成分の溶接材料を使う。マルテンサイト系の17から 4pH を溶接した場合、溶接熱影響部で、自己減少が進み、溶接部が不均一な特性になる。 そのため、溶接後に雇用化処理し、時効処理を行うのが望ましい。セミオーステナイト系の17から 7PH を溶接した場合、溶接熱影響部はほぼオーステナイトになり、オーステナイト系ステンレスコーと同じように溶接できる。セミオーステナイト系の溶接は、丸サイト化処理の前に行う。溶接部と母材をより均一にしたい場合は、溶接後に雇用化処理を行う。 オーステナイト系の A-286 の溶接では、低融点の生成物によって高温割れの懸念があり、雇用化処理後の溶接が推奨される。溶接後にはさらに雇用化処理し、時効処理を行うのが望ましい。マルテンサイト系とセミオーステナイト系の溶接部に、母材部と同じレベルの強度を求めない場合は、オーステナイト系ステンレスコを素材にした。 溶接材料を使うこともできる。石質効果系ステンレス鋼は、ある程度の耐食性と高い強度が求められる用途に使われる。原料及び製造コストが高いため、ステンレス鋼の中では、高価な部類に入る。ニッチな分野や用途で活用されている鋼主と言える。石質効果系の中では、マルテンサイト系の利用量が比較的多い。船舶では、シャフト、ポンプ、 バルブで、積質効果系が用いられる。航空機では、エンジン付近、油圧機器部、脚部、締結部などで、積質効果系が使われる。オーステナイト系の A-286 は、Z エンジン及びタービンホイールの締結品として、使用がある。ゴルフクラブやアイゼンといったスポーツ用品でも、積質効果系が用いられる。積質硬化系ステンレス鋼は、 各種のバネにも使われる。時効効果前は、比較的柔らかな材質であることを利用して、内抜き加工で、止め輪や皿バネを製作する例もある。ボルト類にも使われ、日本では建築物摩擦接合用のステンレス、高張力ボルトの材料に、石質効果係数数630が規定されている。ステンレス工自体が、工業的に発明されたのは1910年代で、 オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼が発明された。石質効果現象をステンレス鋼を応用して強化しようという試みは古くから行われてきた。オーステナイト系ステンレス鋼では1920年代半ばから基本素性クロム18%、ニッケル8%の18から8ステンレス鋼が定着していた。 18から8ステンレス鋼の退職性を維持したまま強度をさらに高めたいという欲求をもとに欧米の鉄工業学者はそのような課題に取り組んでいた。1929年、ルクセンブルクのウィリアム・クロールがチタンを添加して母材に微細なチタン炭化物を積質させて強化した講種を作成した。ザヒストリーオブステンレススチールの著者ハロルドコブはこのクロールの研究を 石質効果系ステンレス鋼の最初の発見と位置づけている。1932年にはドイツでアール・バスムートがボロンを添加した18から8ステンレス鋼を調べ、時効効果によってブリネル硬さ450を実現できることを報告した。これがオーステナイト系石質効果型ステンレス鋼の先駆けといえる。1936年。 グッドイヤー・ツェッペリン社の PD フィールドが低炭素18から8ステンレス鋼にチタンを添加し、冷間加工後に自己硬化させる特許を取得した。これが冷間加工を利用したマルテンサイ時計、石質硬化型ステンレス鋼の先駆けといえる e h y と R スミスの特許で示された自己処理温度とブリネル硬さの関係。図中の実践が CR17NY7C0.07TI0.85AL0.15 このもので900加950度で事故を処理した時に硬さが最大化することを報告している。その後、1945年と1946年に米国のカーネギー・イリノイ・スチールの EHY1 と R ・スミスが焼き入れを利用したマルテンサイト系。 石質効果型ステンレス鋼の特許を取得した。これは18から8ステンレス鋼ではなく、オーステナイト安定度が低い17から7ステンレス鋼を利用した鋼種でチタンとアルミが添加された鋼種であった。この鋼種は1946年カーネギー・イリノイ・スチールの親会社であった US スチールからステンレス W という名で販売される。 このステンレス W が最初に実用された石質効果系の講種となった。この講種は特許取得、販売前の第二次世界大戦中にも航空機やその他構造材料用として未公表のまま米国内で使用されていた。事項処理後のステンレス W は引っ張り強さおよそ1400ンパ、幸福応力およそ1300ンパという高強度を得ることができた。 第二次世界大戦後は、米国の鉄鋼メーカー各社から、様々な石質効果傾向種が発表された。1940年代後半、米国のアームコスチールが、クロム17%ニッケル4%、銅4%を主成分とする石質効果傾向種、17から 4PH を開発した。アームコスチールの関連特許によると、戦前、 戦中からすでにこの講師の開発は進められていた。その後17から 4pH の人気が定着し、前述の通り現在でも広く使用されている、石質効果系の代表的講師となった。さらに、アームコスチールは、1950年にアルミニウムのみの添加によって、石質効果を起こさせる、セミオーステナイト系石質効果型の17から7。 pH の特許を取得した。1950年代前半には17から 7pH をもとに高温強度を改善した pH15 から7も製品化した。国立航空宇宙博物館に展示されているアポロ11号の指令船。災害部はアレーた素材だが、側面と底面に pH14 から8号が用いられている。 初期の石質効果系は、主に軍事用に利用された。朝鮮戦争に投入されて、活躍を果たした米軍の海マイナス86戦闘機で、17から 7PH が使われた。1950年代から開発された米軍の超音速試作機、XB-70 バルキリーでは、PH15 から7モーが使用された。XB-70 の外反は、 ハニカム構造の部材をさらに薄板がサンドウィッチして覆う構造でできており、中心部材が pH15 から7モー、または17から 7pH で作られ、災害部の薄板が pH15 から7モーで作られた。高温強度のために作られた構造で、太陽温度は最大化し900度を想定して設計された。XB-70 で実用された。 ハニカム構造サンドウィッチパネルをさらに押し広げたのがアポロ司令船における遮熱シールドである。大気圏突入の高熱に耐えるための司令船外板の耐熱構造は災害部はアブレータからなり、アブレータの隣が石質効果系のハニカム構造部材で構成されている。アポロ司令船の遮熱シールドは1961年から1970年まで 設計製造された。最初は、PH15 から7毛の使用が計画されたが、低温もろ性が問題となり、下肢250度まで十分な破壊人性が得られる、PH14 から8毛が代わりに採用された。石質効果系の規格化は、最初は、軍事利用が主だったため、米軍のミル規格や、AMS 規格で登録された。その後、1963年に、 米国の i 知規格で7種類の石質効果系が登録され、1965年には ASTM 規格でも登録された。これにより民生用としても石質効果系が一般化した。日本でも1968年に JIS 規格で17から 4PH が登録され、国際規格の ISO 規格でも1970年に石質効果係数種類が制定された。 ありがとうございます。